東出政大、二軒目の山小屋も自力建築中。本格復帰いよいよ秒読み。超人たらし、力全開で、広雪とアフリカで共演も。アベマの新番組、世界の果てに、広雪置いてきた、が8月12日にスタートする。ナミビアにあるナミブ砂漠のど真ん中に実業家である西村広雪氏、46。 を置き去りにしてアフリカ大陸を横断させるというこの番組について、スポーツ指記者が話す。ひろゆきさんのアフリカ横断旅の共演者には、2020年に映画、寝ても覚めても、で共演した女優、唐田エリカさん25、との不倫騒動で事務所をクビになった東出正宏さん35がキャスティングされました。8月5日に公開されたダイジェスト版では、 市場で購入した牛を東出が自らの手でさばいているシーンも紹介された。現在、東出さんは山小屋で狩猟生活を送っていますからね。番組内で放送された映像では、肉を扱うのにも手慣れた様子でしたね。全道7月28日から Amazon プライムビデオで配信が始まった、相席食堂プライムビデオ SP では、 AV 監督の村西通74と移植旅にも挑戦するなど、東出の本格復帰がいよいよ秒読みとなっているようだ。制作会社関係者は話す。東出さんは現在はフリーとして活動していることもあり、不倫報道前よりかなりギャラが安くなったそうです。加えて話題性はありますし、 何より一度仕事をした人は彼のことを悪く言わない腸のつく人たらしなんですよ。笑い。騒動後、映画や舞台のオファーが途切れないのも、彼を支えたいという仕事仲間が一定数いるからですね。その人たらしぶりが特に発揮されたのが、週刊誌の直撃取材だという。一体どういうことか女性週刊誌、週刊女性。 主婦と生活者が、東出さんが住む山小屋の場所を特定。そこで女性とのツーショット撮影に成功したものの、その女性はただの狩猟仲間だったんです。記者に直撃された東出さんは憶測で書か,かれたくないと丁寧に対応。直撃で訪れた記者とカメラマンを自宅の山小屋に招き、手料理などを振る舞いながら取材に答えたんです。 その甲斐があってか、2022年9月に掲載されたインタビューは、不倫騒動からの復活を目指す東出の今を描いたプロモーション記事みたいになっていました。前室のスポーツ指揮者。